にちは。久しぶりですね。8回目となりますけれども、まあなんかね、ぼちぼちね、そのまあ第1回目から7回目までね、ちゃんと見てくれてる人とかもおるみたいでね、ありがたいです。本当にありがとうございます。で、まあちょっとね、前回からちょっと1ヶ月以上ちょっとね間隔が空いてしまったんですけど、やっていきたいと思います。まあでもね、見ててね、見ててっていうか、そのあれっすわ、 YouTube の自分のチャンネルのやつちょっと調べてみたら、まあね、登録者数とかそんな全然ね多くもなんともないんですけど、調べたら、あの見てるけど登録してないっていう人が全体の3割ぐらいおるんですよ。なんでなんそれ、どんくせえや、ほんまにもね。まあええけど、で、ね、前回ね、前回のこのダベリの時に、あのプチ農業の動画も上げていこうと思いますって言ってて、全然そっちがね、あの進んでないんですよ、正直。すいません。もうね、どうこう構成していこうかなと思って、なんかねちょっとしんどいんですよ。一人でね、あの全部やってるから、とカメラ撮ったりとかなんかいろいろ、まあ畑行ったらね、ちょっと手伝ってもらったりしたりもするんやけど、やっぱちょっとね、なかなか進んでなくてすいません。またいつかあげるから、その時まで待っといてください。お願いします。じゃあ今日はね、前回の技とかをちょっと取り入れて、また新しい、コンビネーションをお見せしたいと思います。いきましょう。よし、はい。今日やるのはですね、足の下から投げる系の技をね、ちょっと一つお見せしたいと思います。結構ね、僕一番足の下系の技でね、好きなやつがあるんで、昔ね、友達にちょっと教えてもらったやつ、それ今でもずっとコンビネーションでルーティンでやってるやつなんですけど、それちょっと見せたいと思います。こう足の下を、まず足の下から投げて、キャッチの時にこうです。足の下から投げて、また足の下でキャッチする。これをここで取るんじゃなしに、こう、わかりますね、これをこう、足の外側に手を持ってきて、下からここでキャッチしてるんです。こう、こういうことです。最初はね、ちょっとよくわからなくてね、こうやってこんなことしてたんですよ。これ足上げてるだけだからね、足を上げたその下から手を潜らせて取るっていうことです。はい、これをなるべく早くやってあげると、あのかっこよく見えると思います。はい、まあ投げ方はねどうでもいいんですけど、キャッチの時だけ足上げてパッて取れたら、ハッてしたらかっこいいかもですね。はい、あんまりこう小さい動きが小さくなって、腰こう背中が曲がってしまうと、なんか逆にかっこ悪いかもですね。なんかこんなことになったら、なんかとか、こういうのはあんまりかっこよくないんで、ふってしっかりと足を上げましょう。あの取るときにね、パーってするとなんかめっちゃかっこよく見えると思います。はい、
お。じゃあ、もう一個技行ってみたいと思います。これです。ほっ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 って感じです。この回ってちょっと帽子置いとくか。ここ脇の下から投げて回ってキャッチして、投げてかぶるっていうやつ。これを今日はちょっとやってみたいと思います。ほっ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 。分解してやってみると、まず帽子はここの脇の下から投げて、でキャッチするときに左手でここで取ってるだけです。こっち側の脇の下で取ってるだけです。こういうことです。こっから投げてこっちでキャッチしてる、はい、帽子なしでやるとこっから投げて回ってで、ここで取って、また前に向きます。こう、こう、こうです。ここですね。取りました。で、あとは前向いて、前回やったあの技、これですね。これをにつなげます。もう一回いきますよ。ほっ、ほっ、ほっ。回る時の軸足なんですけどね、まあ、まあね、多分それぞれ好みがあるとは思うんですけど、僕は左足軸で回ってますね。僕はっていうか、左足軸で一周する気持ちで回ってください。で、最後前に向き直った時に右足が着地しててって感じです。ほっほっ。まあだから手の動きは、投げる動きはこういうことですね。こういうことです。で、これに足が入るだけですね。足を、はい、入った、いいですか。で、まあキャッチした後にこの状態になってるから、あの前回最後に教えたこの技をちょっと入れてみましょうか。はい。じゃあ、今回の前半でやった足の下のキャッチと、今やった回ってキャッチするやつ、混ぜてみましょうか。バン、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 バン。投げ始める足は、右でも左でもどっちでもいいですが、僕左からいきますね。こう、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 こうですね。もう一回いきましょうか。タン、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 タンですね。最後、足の外側でこう、キャッチするわけですから、当然帽子は、投げたときに、こっちに一等間と、取りやすいところに落ちるように投げないとダメですね。これだと絶対できないですよね、はい、これだとこうして自分が動かなあかんからちょっとおかしいので、次につながらないので、はい、で、僕が今やったコンビネーションでいけば、ダン、パ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 ン、いきます。ダン、ダン、ダン、タン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 。はい、一個実は今何回かやりましたけど、ちょっと技というか動きを一個減らすことでリズムを反復速くしてるんですよ。まあ見てたら分かると思います、はい、よかったらやってみてください。やりやすい方でいいと思います。はい、はい、ということで第8回ハットジャグリングレクチャーでございました。今日はちょっと動きが多いやつで、ね、しんどいやつですけど、よかったらこれも頑張って覚えてみてください。ハットはいろんな技があります。で、いろんなバリエーションを覚えた方がいろんなの組み合わせで楽しくできると思いますんで、よかったらこれからもやってみてください。お願いします。じゃあまたお会いしましょう。バイバイ、ありがとう。